はい、ひとつき万殺、清水ですということで、えー、もう本当に恐ろしいなって思うんですけど、維新と国民がね、あの会見に向けて連携ということで、ひょー、うん、もう本当に恐ろしいという中ですね、えー、僕も30万円もらえるんだとかっていうふうに吉村さんが言うという、18歳以下に現金,あ 10,、えー、現金10万円を疑問符というふうに言ってるんですけども。 ま,あまずですね、大阪の生活保護受給率世帯当たりの率でいくとですね、断トツ1位なのが大阪ですつまり貧乏なのは大阪で、えー、自分のですね、不知事の,あの不正の中でですよ、一番貧乏にしておきながら俺は、ね、所得の低い人たちの味方だよ公明党のばらまきには反対してるよって何言ってんのこいつ。<laughs> 最悪やなって思う。 まあ、このあたり含めて、安冨さんと話したいんですけど、こ、でも、この維新の作法、すごくないですか。これで。伸びるんだよ。まあうん、伸びちゃうんだよ。こ、コツコツなんちゃう。え、コツコツ。これは、伸びるコツなんちゃう。いや、間違いなく、そうなんです。うん、間違いなく、そうなんです。だよね。はい。あの、もう一個ね、維新のコツをね、あの、安冨さんにね、ちょっと送るわ。 まさにお前が言うなっていうね素晴らしいものがありまして、はい、これなんですけど吉村知事立憲にちくりスキャンダル追及したり官僚を吊るし上げたりパフォーマンス嫌いって言ってるんですよいや <laughs> ちょっと待てとちょっと待てとお前最近維新の運動員とか逮捕されてたよなってちょっと前に、あのー、維新の公設秘書が殺人未遂容疑とかでと捕まってたよな <laughs> あとあの維新のあの候補者がコロナでクラスターとか生んでたよなスキャンダルだらけなんかお前なんやけっていうようなところとか <laughs> いやでもスキャ追求,追求するのは嫌いって言ってるからそのツイスキャンダル多いから追求されるのは嫌いそう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 なんだよ、うん、でもそれをさ、うん、立民に言うなよってんかそう官僚を吊るし上げたりとかもうしまくってるよねお前がやっとることをなぜ立民がさもやってるかのように言うんだっ、ね、て あかんでしょこれ。まあハラスメントの典型的なパターン。レテルバリ。この顔を見て大阪の人投票するのかわからんけど大人気。大人気です。大人気投票率も高かったです。<laughs> なんで？なんで？ん？いやー。なんよう頑張ってるっていうよう頑張ってるっていうのもあるけど印象としてね、うん、あるけど。 ああのまあ、そもそもあの自民党政治がひどいじゃないですか。うん、で日本どんどん衰退していってるじゃないですか。うん、でそこに対する立憲民主党が無力じゃないですか。うん、でそういうのがあるともう何でもいいからもうなんとかしてくれっていう票が集まってるんだと思うよこれは。うん、すごいな謎やね謎やね本当に。うん 恐ろしいなだって投票、これ、ほんま分かるあともう大阪人やからさ。うん、ほんま分かれへんねん。うん。まあ、ち,なんちなみにですね、えーと、今回の投票率って、どれぐらいだったのかな、うん、衆院選挙って。えー、衆院選、えー、の投票率は、えー、っと、衆院選挙は55%か。うん。 5 5九七とかじゃなくて、はい、それぐらいですね。なんか、55.93。そう、畠山さんが56%かと思って思ったのに、うん、0.07%低かった、反省してますとか言っまあ、畠山さんというのは選挙専門のあの記者さん。<laughs> そうそうそう、うん、0.07%低かったの、うん、まだまだとか言って、ね、ツイートしてあったけど。 変態やななの人も <laughs> なんでその投票率とかを体感できないかかい体感投票率は56%だったらしいですいやそれでね、うん、大阪維新の会が伸びた大阪は投票率60%超えのとこ結構あるんすよ、うん、ああすごいですねあ<ー>みんな熱心に熱心にいかはったんすよそうやろな いやーってことは、安冨さん、昔予言してたのは、うん、ね、あのー、泰富さん、投票率が上がれば、ね、日本ファシストみたいなやつが出てくるぞって言ってたんですよ。<laughs> 出てきてる、出てきてるー <laughs> もう、もう正直70%ぐらいになる。出て,きてる <laughs> で、政権交代したら、えーと、維新が政権取りました、日本の二大政党制は自民 VS 維新ですみたいな。<laughs> うん いやーなんか私あ <laughs> あもう赤ちゃんが怖くなって泣いちゃった <laughs> ごめんねいやいやお喜んでなんかって喜んでんのか, <laughs> なんか最近あの中あのあれ泣い、ね、たっけあのマーキュリーマーキュリーフレディー・マーキュリーみたいにさうんごめ向いてあーって言うんですよあ<ー> <laughs> あっ上に上げてああっていうのが最近流行ってるなるほどちなみにあのフレディー・マーキュリー知らない人いると思うんですけど <laughs> クイーンですよねクイーンクイ何、はい、なんやろこれ一体まあいいんです未来のクイーンかもしれん、うん、いやーしかしこれ投票率がどんどん上がっていってで最近国民民主が維新にすり寄ってるじゃないですか うーんあれも憲法改正に向けてとかって言ってるけど完全にただの参院選に向けてのプロパガンダだよ。うーんや,やっぱこれは<ー>でも行くよね残念ながら伸びると思いますだって<ー>今一番発言しなきゃだめな立憲民主が代表選に大忙しうん何も発言しない存在感がないやばいないねうーん んうん。ね代表選あるやろう、ね、まあやるけど、なんか、中華あの、立憲民主のさ、うん、この、まあ代表選やるには推薦人がなんか20人とかっていうのあるじゃないですか。うん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 。私、今回改めてですね、代表選の立憲民主の派閥の名前をチェックしたんですよ。ほうほうほう。なかなか。 が来てますよ、この名前が。あ、そう、見せて、どこにあの,あの送りました。あの、旧立憲民主党系さ、派閥の名前、サンクチュアリ、枝野代表。サンクチュアリはい、サンクチュアリというのが、あの、派閥の名前なんです。お<う>で、えー、菅直人元首相の、えー、派閥、国の形研究会。次。お 泉健太さん新政権研究会で小沢さんは小沢グループって言 <laughs> 民党らしい,いう自民党らしいですね <laughs> で岡田克也さんええー、少会何これ分からんで一番すごいなと思ったのが <laughs> 直感の会って何 <laughs> <laughs> 何これどういう 直接、申し上げるみたいな。まあ、あのー、言う還元すると。還元する、まあ、下の人間が権力とか地位とかに臆することなく率直にいさる、直感の回国民の代表やろ、お前うんなんか。部下じゃないんやが誰か。そう、なんかすご、なん,かな,んかなんとも言えない空気感ないですか、この。れなん、こ,なんなんこれっていう。<laughs> あの クチュアリっていう派閥の名前ってどういう神経でつけたんだろうこれ何何サンクチュアリって何えっサ,サンクチュアリってあの理想教とかそういう意味ですよなんでそんなんそんな信仰宗教みたいなそうなんですはいすごいですねこれでサンクチュアリっていう漫画があってね すごいねあの大好きな人がいるんですよ。結構あのファン多いのサンクチュアリって。どういうものなのかっていうとですね、えー、これね自民党の中でねサンクチュアリのこと大好きな人いるんですよ。<う>それ誰かっていうとですね石破茂なんですよ。 あの人いろいろ変なもん好きやな変なもんって言わんといて俺もこの漫画好きないから <laughs> でねこのサンクチュアリっていうのって、うん、あのカンボジアのね戦乱から日本にね帰国した二人の若者がいるんですよほ<う>でで日本を変えていこうっていうふうにその二人の若者が言うんですこのな戦乱の悲惨さを見て、うん、悲惨さを見てねで片方は暴力団の会長になって片方は 政治家を目指すそして日本を変えていこうっていうですね、まあ、非常にその成り上がり系の漫画として有名なやつがあるんですけど、まあ、それをね、うん、あの自民党の石破さんが大好きですって言ってるあたり怖って、まあ、まあすげえなおおもろいなって思うんやけどでも枝野さんもサンクチュアリってつけてるってこれどここからつけたのこのの語源はそのそのいそ石破さんを意識してつけたんじゃないですかえマジで、うん っお <laughs> おいでおいででてなるほど。おおいでおいででなるほど。こっちおいでっていうそういう感じじゃないですか。まあ聖域とか理想郷とかなんかそういう意味なんですけどねこれはうん、うん。これ立憲民主のこの存在感のなさいくとですねこのまんま維新が勢いを持って、うん、でそんで国民民主う維新でそして下手すると立憲分裂。 おめでとう日本も二大政党制になりましたどうなんだよね、怖、はい直感的にはだから、立憲民主のご、うん、国一部しか離脱しないと思うけど、どこやるかな、でも立憲このグループの中で見たら、うん、この直感の回とかさ。うん は喜んででいくじゃないですか直感の回すごいなうんでどこやねんよなのこの枝野グループとカンナオトグループは <laughs> 枝野グループの方が、うん、じゃあカンナオトグループの方が左派なのかなまあそうなんじゃないですかやっぱりうん、うん、で、まあ、そう考えると、まあ、ここから一部離脱するだけだよね えー、ちなみに重徳さんこの直感の会の代表、うん、憲法改正についてはどちらかといえば賛成らしいです。うん、おおって感じしませんでもこの岡田さんとか小沢さんとかは、うんうん、泉健太とかは問題なく移行すると思うので、うんうん、そうするとこうあとはどうしますかっ,って言ってこの,この立憲旧立憲民主党系が。が しょぼしょぼっと残る一部,一部落ちるぐらいで、あとはだから、この二大政党を目指すっていう、うん、旗印のもとに、維新のもとに駆けつけるんじゃないでしょうかねちなみに、えーと、岡田克也さん、うん、憲法官は、えー、どちらかというと議論にはちゃんと参加すべきだという。 うん、感じですねでやっぱりこのごく一部のその憲法改正に反対するっていうもういかなる可能性にも反対するっていう原則的な人たちを除けば、うんうん、みんな参加するでしょうまあそれだって乗っかれるもんなうんでその国民民主党にいや維新じゃなくて国民民主党にくっつくんですっていうそういうかああなるほどそういうあの言い訳、うん、ででもうロースがうるさいんっって言って言こう くっついて、うん、そこに維新もくっついて。うん、なるほど。で、なんていう名前なのか知らんけどさ。やっぱ維新はつけとかないとさ、票が取れへんよ、から。日本大維新の会とか。令和維新の会。立憲維新の会とか、ちょっとなんか意味分からんけど。<laughs> <laughs> もうなんか分からんけど何か少なくともそういうことになるんじゃないかって気がしますけどね。うん、で怖いでもどうなんうな立憲まあ選挙をするにはくっつかなあかんねんけど、うん、実はちょっと気持ち悪くてですね。どなでもその 維新はだから大阪と構想さえできたらいいっていうことがあるかもしれないので、うん、右と左かどうでもいいから大阪と構想さえできたらいいやっていうことであればってきますよだからやっぱりその憲法9条には手をつけないっていう条件で、うんうん、あのー、そういう憲法改正に応じていくっていう。まあありでしょうね。 うん十分でその憲法9条をターゲットにする憲法改正を狙う自民党と、うん、憲法9条はターゲットにしないけども、うん、憲法には手をつけようという、うん、そういう2大グループに分かれていく流れができつつありますね、うん、少なくとも、うん、すごいな本当に憲法改正されるんだそういう空気感になってきたな。うん 乗ってきましたねうん、うん、まあ現実問題来年に改正とかってスケジュール感的に無理だけどね、うんだけどさも来年に改正されるような形で煽ってくるでしょうね、うん、で憲法改正反対勢力に関しては現実を見ないやつらだみたいな感じのレッテル貼りをすると思いますうん、うん、怖っだからそれどうやるんだろうねそこで、うん そこででそこでででそそどうななるかなんですよその立憲民主党の残った人たちと、うん、あと共産党と社民党と令和は,、うん、はその憲法改正阻止っていう方向でいくかだよなまあ行くでしょうそれは間違いないとでも山太郎さんなんかは憲法改正についてはちゃんと議論した方がいいっていうふうに 何か書いてたよブログに。憲法改正側。何が何でもあの一言一句変えてはいけないというわけではなくてきちんと話をした方がいいとは書いてたけどね。お<ー>うん。まあでもまあでも今の状況だったら。じゃ、うん、こっちにいっ。菅山太郎がそっちに行って。うん では新選組がその維新の方にくっついて。でオ、うん、本太郎を勝。担げば。勝つっていう面はあるよね。いやー、めっちゃそれ、おもろいけど。あのー。まあ、まあ、ちょっと前にでもね、山本太郎。え、れいはアン維新連立っていう動画上げたじゃないですか、うん、だいぶ前に。うん、だいぶ前。うん、だいぶ前やけど。 だいぶみんなビビってましたよ、それも。だから、やすとみさんはこういうこと言うからー <laughs> みたいな感じでもな。なんでビビってんの <laughs> もうだから、アレルギーがあるんですよ、もうそんな。<laughs> いや、ビビってて怒ってる。うん、怒ってる、怒ってる。うん。あ<ー>うん、そんなこと言うな<も>みたいな感じやったね。でも、でもそんな別に、カラーとしては近いよね。うんそ、カラーとして近いなんて言うなっていう。うん 同じマッケット取り合ってますよね、う令、ん、和、まあ、は。で、維新は、あのー、うん、えっと、ボコボコにいじめられて、ギャなんか、あの虐、ー、げられてきたわけですよ。虐げられてきた人間が、じゃあ、虐げられた側になってやるよ、この野郎っていうのが維新で、で、虐げ、うんえー、られてきたけども、虐げることはよくないことだって勇気を持つ人が、どちらかというと、令和で。 悲しいかな、うん、あの勇気を持つ人よりも、じゃあ向こうに行って、あのこっちがいじめたるぐらいになったら、ーっていうふうな人の方が強いという、この悲しい現実。そういう感じだと思うんですけど。うん,うん。やだなぁ。そのパワーゲーム、どうなるね、でもそのパワーゲームになって、うん、あのー、 政権を取るぞっていうその美味しい餌が目に見えてきたらやっぱりみんなーってくうん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 それは <laughs>、えー、美味しい餌だっていうのは誰がぐわっといくんですか、えー、で<は>だからそのどこがいくか分からへんけど、うん、その政権が本当に取れそうな気がしてきたらさ、うん、やっぱり乗,る乗りたくなるじゃないうんそれは乗りたくなるでしょううん。うん でその時にその、うん、なんていうのかなその大義名分がつけばさ、うん、まあ使用抹殺はもうどうでもいいってことになりますよね。うん、大義の,ためでその使用抹殺、うん。で、うん、憲法9条とかもそういう場合には使用抹殺になるん政権が本当に取れるんだったら。あの時の空気ですよね。そのだからえっと。民主党がさあの希望の党立ち上げた時に。 あれはその排除しますってさ言わなければさ、うん、れ政権取れたんですよ、うん、なんで言ったんだろうねまあ小池百合子よっぽど嫌いやったんやろなか、まあ、んなとかもう耐えられへんかったかな耐えられへんでしょうだって小池百合子もさ <laughs> いじめられていじめられていじめられて這い上がってきた人がさなんかかんな音とか耐えられないでしょ な <laughs> ないのかな小沢一郎はいいけど菅直人は勘弁してよって感じだと思うでそれはで,であの「排除しますさ」さ言わなければさ、うん、取れたわけですよ、うん、でもその菅直なととかさんとかそういうあるいはその、まあ、旧社会と出身の人がまあ当時はいっぱいいたよね、うん、あそこうん、うん、で小池と組むとかってありえへんや、うん ありえへんけどさ、うん、その政権取れんねやったらさわ、うん、しゃあないなっていうそうはならんかったよねでもうんじゃそれいやだからその,、えっと、の乗る方はその乗る気満々やったけど、うん、ところが増えの方が突然自爆したからさ乗れなかったんだってそっか <laughs> 確かに、うん、<laughs> 何やってんやろなうんうん、うん んだってあれさ何でもいいから全部飲み込んで、うん、わーってそのまま選挙に行ってさ、うん、自民党倒してしまったら、うん、あとはさ自民党からでもいくらでも刈り取れるじゃないですか別に1枚,みたいな1枚はでも何でもないんだからさ、うん、でそれでいらんやつは後から排除するわけでしょうん。後から、うん、政権取ってからなんかよう分からんかったねあれは排除する発言 あれでも誰かが引き出したんですよね。うん、あのキリフリーの記者の人かなんか引き出したんだけど。うん、で、で、本当は排除するつもりだったわけです。うん、でも言わないでこっそりやるつもりなかなんかして思わず言っちゃったけど。思わず、あポロリと。ポロリと出て。ぽろりと言っちゃって、ポロリと言っちゃったんですよ。うん、<laughs> 小池ポロリしちゃいましたみたいな感じになりましたね。何な,な,なんでしょうね、あれね。いや、まだよっぽど我慢できんかったんやろ。どういうことうなのあんな後か,ら後から排除でよかったのにね。 うん、まあでもその過去のことはさておきこれから国民民主とかですよ。それでそのボイケル語に匹敵するほどのタレントはいないですけど八王太郎担ぎは別だと思うけどささすがに維新とか八王太郎担いで政権取りに行くぞとかじゃないと思うの、ん、で、うんうんうん、ないやろうねそれはないないといくらでもないと思うん。うんうん でも維新の誰を担ぐというやつ維新うん、国民民主党にいる、担げる人。いないでしょう。維新にいる担、担がれるべき人。ええー、なんかパッと頭に出てきたのは橋本徹やけど。橋本徹議員でもなんでもないけど、今から担ぐまでそう。まあ、やらんやろうけどね。おらんよね、イメージが。 厚井野党の,の,、うん、の名手、ゃ松井さんはだって地方自治体の長ですね、ね長だから、だから国会議員がほぼ二軍じゃないですか、維新、うん、は。うん、だから、そのいくら伸びてると言ってもです、ね、で、うん、そこを担ぐ活うなべき人はいないわけで。うん 前畑誠治？前川誠治ですか？前えめちゃ前川え前なんて前川誠治でしょ？前は前原？前原か。うん。もう忘れられてるでしょ前原誠治とか。<laughs> 一応総裁だったんですよ。うん折ったねーっていう感じ。前原さんおったねーっていう。<laughs> うん。 違うからも誰他に誰って言ってたら国民民主党って国民民主うーん,うーん大塚康平っていうのが代表代行にいる知らん誰,誰,誰って感じやん誰誰って感じやんで俺も誰,、うん、誰って感じなの誰,誰って感じ、えー、元、えー、日本銀行の職員なんでまあこれはあの大蔵省からやってきた玉木さんのまあ部下なんやろうな このメンツを見たらどううしようもないな山尾さんいないしね山尾さん見ちゃったしね、うんうん、前原誠司しかいないんじゃないですかじゃあなんか思いのほか勢いがない<笑><笑>か頭数って感じやんな、うん、これに比べて立民はだってある程度ね、うん、知名度もあるま,まだいるよな、うん、まだいるよな、うん <laughs> うん、まあでもか、参院はね、そんなにあのー、固まる必要がないわけですよ、参院選は。うんうん、あのー、選挙区は中選挙区制のとこがいっぱいあるしね、あの1人区のところは別やから、うん、あの東京なんか5人も当選するんだし、うん、であの比例区はさもう完全にあの、完全に比例やから。うん だから参院選までは動きはないよね、うん、そういう、バラバラでいいんで、うん、ただし、国民民主党と維新はくっつくんやろうな。まあ、そうやろうな、これ。うん、でそれであのかなりの塊を作って、目立った形で、うん、その選挙に行けば立、立憲はかなり壊れるだろうという。うん、そのぐらい いやーやだなー、立憲民主が頑張ってくれて自民党をついついついて,てあ政権交代するしない、どうやってど,どうやってなりつつアベノミクスバズーカがドーがどーんて爆発しながらっていう、えー、現状維持、うんうん、あと1年ぐらい続けてほしいな <laughs> もう参院選までがどうなんのるのうね、でもいまあでもすべてはコロナしないなんでしょうね。 あれがね、ファクター X. が遺伝、遺伝子上に発見されたかもしれないので。あ,あ、まあ、そうね、B. B. C. なんで。あれが本間やったら。うん、だいぶ、なんちゅうあれが本番やったら、本番日本は、あの、もうちょっと真面目にやったら、絶対抑え込めたよね。うん。間違いなく抑え込めて。この B. B. C.。今からでも、今、今から、今やれば、すぐに抑え込めることが証明されてたと思うんですけど。うん。なんであらへんのよ えー、これはですね、日本はあの今、デルタ株のさ変異株の割合とかチェックするとさ、なんかデルタ株でも結構やばいやつがね、はい、はい、あの日本にはまだ入ってきてないんですよ。あまだ来てないのか。来てないの。AY ってやつ。AY4 シリーズとか3シリーズっていうのがね、やばいんだけど、<ー>あのそれがね日本にはまだ入ってきてません。 でそういうンでいねそういうわけで今何をし出したかっていうとですね、うん、空港検疫の緩和を始めました <laughs> そう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 なんのお前ってもうそれね怖いのがさインフルエンザも怖いんだよねあーそっかなんかあのえ香港あの香港型っていわれる感じのあるやつがええ、うん、香港型最近の主流らしくてさ、うん、あの激昇化しやすいやつうん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  あれがですね、なんかヨーロッパとかでは増え始めてるらしいんだけど、マジか。うんで、なんかしなけないど、去年はね、あのうん、人類初、というか、うんあの、インフルエンザの統計取り始めた初の流行なしっていう、おお<ー>例年の1000分の1だったそうなんですけど。うんうん だからあの去年かかってない人がめちゃめちゃ多いからすごいかかりやすい状態になってて自然免疫がないってやつですよね、うん、でかつだからあのもうコロナーに気い取られてあのインフルエンザワクチンのこと忘れてる人多いらしいですよね打んん、うん、てない人が結構多いらしいから怖いな,だからことになるっていう で去年と同じように、うん、あのコロナ対策で抑えんむの何をしてんねお前もうっ <laughs>、うん、か <laughs> いや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 って声だけ聞こえるよ <laughs> 別におむつを替えたんだけど止めさせてくれないあミルクか <laughs> ミルクでしたちなみにあの自宅の包丁政策あるじゃないですかええええあれ継続ですよ頭食ってるよねあれを中国が抑え込めたのはあれが大きいんでね ん自宅を許さない感染広がるからうん片っ端から捕まえて病院入れちゃうっていうのを隔離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 ってやってたあれで抑え込めた大きなポイントなんですけど無症状患者やったらさ別に病院じゃなくてもいいからホテル借り上げたりさそそううしたらいいわけですよ。うん ねね、映らないようにさえすればいいから他の人にねうんいいのいいのたら映んねんからうんだからね東京都はねホテルの借り上げを行ったんです実はそうねえなぜこの用途で借り上げるのかっていう謎の用途で借り上げたんですよ見てください記事送ったからに<何>記事送ったからもう俺これ見てのけぞったよ テレワーク、テレワークえ <laughs> <laughs> 何のことえ、だからお、意味不明でしょいや。家でしたらいいやん。うん、東京都、テレワーク用ホテル客室提供かしかも23区。え、なんで,いでし意味は分からんねんけど。意味わからんでしょ。家で、何のこと何をしたいわこれは。いや、意味不明です。これね、<い><あ>家でやったら、家でやったらえ,えやん。あの、知り合いの IT 会社の社長とかゲーム会社の社長がみんな、 はてなってなってます。<laughs> 家であるよ。なんでこれテレワークで借り上げるから。<laughs> 意味不明です。意味不明。完全意味不明で、多分これをやりながらステイホームとか言い出すよ。何のことないの。どっちくりつってる。ど土地くりつけるよ。なんなん、何なんなん、この国のあの行政の人たち。 何考えてんのみんなすごいな小池さんどういうことね小池さんも力尽きてさ動いてねもけ過労で倒れないかいやいやいやちょっと早く止まった早く止まった小池さん力尽きちゃったよ

うんそれはもう離婚したらいいのにあってそ、うんな <laughs> 踏み切れる人おらんっ、ね、て。<laughs> <laughs> ホテルかれたらあかんで。いいやなんでなかなか強烈な感じでですねおおだから<ず><ず>ホテルに出勤すんですうん順調に土地狂って言ってます千葉あたりから電車に乗って都内に行きオフィスにいかざないでホテルに行くんですねきっと多分ね 何か意味あんのかそれいやー意味がわからんなマジ意味がわからんもう本当に本当に意味がわからんこれに関しては <laughs> 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 まあ岸田さんも自宅放置は続ける前提だし小池百合子はなぜかテレワークについて借り上げとか言い出すし<ん>で大阪では吉村さんがお前が言うなよっていうことを連発するしうんすごいんかすごい状態になってきたけどうん 国民はなんかあの相変わらず小室さんを支えているしね、うん。でもちょっと小室叩き減ってきたよ。減ってきた、さすがに。うん、あの落ちたから、あの試験落ちたからすっきりしたんでしょきっと。まあ、すっきりしたっていうのもあるし、それで見ろ。さすがに飽きてきた、うん。うん、飽きてきたでしょ、もう。量引っ張ったよな、あん量引っ張った、量引っ張った。にあれで、ね、選挙ぐちゃぐちゃにしたからね。うん 嫌だよ本当に。で、うん、あとだからヤギね。あヤギねーヤギ。でヤギって言ってもあのいみんな皆さんわからない。<laughs> でもうちらだけでヤギねそうヤギヤギあのヤギ。浜田さんねとか言ってもわからんから。ヤギ叩たたき。うん。なんかなんなったりだったっけど。浜田さんとかさ。浜田さん浜田さん。浜田,田,田さんっていう。うん。 仙台のの議員の方は立憲民主ですよね立憲民主の方が選挙中にヤギと一緒に写真を撮ったりしていた、うん、叩きまくるというですねなんかあのあどクソ動物愛護団体があってです、ねうん、私が選挙した時もむち無茶ちゃ行ってきてほんでもうけの分からんことを t w i t t とかで言いまくったあげくにですね、うん、誰か知らんけどあのな警察を名乗るやつがあの銀座に選挙に妨害に来たりとかです、うん もう犯罪やろそれみたいな。えー、ただでねまで安住さん,んですわ。はいはい。あの鎌田さんが選挙で多くの人はこの鎌田さんがね、うん、あの投票の夜この仙台でねええー、まあこのヤギのメディーさんおいて育てられなくなったからね佐藤屋さんに育ててもらう、うん、え選挙理由でっていう風ううに <laughs> あの起こる。 それが正義であるというふうにですねあのー、思ってる人が多いのでそこでいきなり安富節を炸裂されてもですねあ,<ー> <laughs> あのよくわからん何言うてんの安泰富さんっていうふうに <laughs> なるよなるよはいなんかもうほんまにヤギだけでも1回取ってもいいぐらいねんけどねうんいやわかるよどうぞ<ー>ヤギについてかもう存分話してくださいかもう存分ってでも別になんか何,何も悪いことしてへんや、うん 草刈りの,ためにの草刈りのためにヤギ借りてきてさかわいいからあのせ写真とか撮るときに抱っこしたりしただけでしょ。うん、なんか何がいかんのでそれであのそのそ仙台のど真ん中で、うん、あの東京に行き来しないといけないから、うん、ちょっと負担やなって言うんでそのもともと頼んでたところにお渡ししようかと思ったっていう、うん、元のところにうとた、ね、だけのことで。うんうん、だけのことでしょ、うんうん 何を支えてるのか全く分からない。<laughs> そもそも経あの経済動物なんでねヤギさん。うんうん、あのこのまま食ってもいいんですよ。うん、いいね、うん、ヤギ肉。うん、あの選挙終わったのでヤヤギパーティーをしました。ジンギスカンをみんなでしていますので別にいいんです。うん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 。うん、ただあの愛顔動物と経済動物の違いも知らん人の方が多いと思うんですけども。<laughs> <ー>うん。 何を,何を言ってるのか全くわからないから。ほ、うんで、その揚げ句のてにこの動物愛護とか称する人たちはですね、うん、選挙に、選挙に動物を使うのを規制しろとか、どうやらわか分からないことまで言ってたんですいや、ばかだよね、クソだよね、<う>本当に。食ってっちゃうかもう、うん、ほんまにみたいな。そういうことやっても、こうやってさ、結局こうやって何が起きるかっていうと、人間と動物の距離どんどん離れるんですね。で、人間はどんどん人間らしくなくなっていくわけ、うん、動物との間の距離を離せば離すほど。うんうんうん だからこれでそのだって鎌田さんがですよ。これずっと買ってたヤギじゃないでしょ、うん、そもそもこれ。そもそも借りてきたヤギ。借りてきたヤギを選挙で写真立て可愛いねって言ってじゃあまああの借りてきたところに返そうかなってそれ <laughs> 動物虐待だーとかっつって <laughs> <laughs> もう言味わかんないで<え>草刈りに借り草刈りのために借りてきただけやねんから、うん。え？何のことかわからなん。うん、それもなんかもともくあのこれに関してはですね。うん 頭完全におっくるってるってみるもうわけ分からへんよほんまに、うん、そうねほんとにだから基本はさ人間でよく言うわけ、うん、東京に馬を連れてきたらさ馬がかわいそうだってみんな言うわけ、うん、お前ってかわいそうなのは人間やろってね、うん、馬がきたらかわいそうなところに住んでねんでお前らって、うん、でニューヨークとかさロンドンとか行ってごらん馬だらけですよ、うん、でその都会に馬がいてかわいそうとかもうアホインニからね、うん <laughs> もうでと,でとロンドンとかニューヨークとかで馬が維持されてるのです、ね、せめて馬ぐらいいてくれないと私と月が狂ってしまうっていうことだと思うんだよ、ね、いやそうだと思うようよ、ん、そういうものを維持しないで馬がいられるような状況を過労して維持すればですね、うん、人間もギリギリなんとか,とかギリなると,、うん、ということなわけです、うん、で東京に馬を連れてきたらみんなでぶった,たいてです、ね「馬をかわいそうだ!」とか言ってるってことは 馬もいられないような環境を作ってそこに人間ぶつ込んで虐待してるってことなのうんそれが問題でしょうん、うん、でそこをさあそのなんか突然動物愛護とか言い出すてさ、うん、あの人間と動物の間の距離をどんどん離せば離すほど人間も動物も幸せになるんだって考えてるわけです、うんおかかしいからうん おかしいね本当に、うん、その人間動物がいられるような状況環境ですねかろうじて維持した状況までが人間がいられる状況ですやめてくれ<う>やめてくれさん真実をうのをやめてくれ <laughs> ああ都会は人間がちゃんとべて集中できるそうやってアスファルトとコンクリートで滑るそれが近代化なんですやめてくれ真実を誘導やめてくれテレワークでホテルホテルでテレワークゃ <laughs> 発狂する発狂してしまうからそろそろいじめるのをそろそろやめてあげてくださいよ <laughs> テレワークとかあったらねそのそうやって人間も人間もヤギも何でもいられる空間からさ、うん、出勤できるわけや一瞬でいやだってテレワークって言うんやったらさホテルに詰め込まれてテレワークするのとかさ温泉借りる温泉温泉とかあるいは牧場とかでさ測 <laughs> っってかって測っ 多分そういうところでは仕事ができないんで <laughs> もうあのそんなところに行ってしまったらやめてれスフートのックニットの中に詰めても俺も詰めてちっと、ね、ちゃんと引いてきてさ <laughs> でまず、まあ、馬の世話をして乗ってね、うん、でそれで1時間ほどこう働いて、うん、でやお,やおらこ、うん、テレワークでさ、うん 時時間か3時間仕事をしてであのロケットストーブでケンゴマンのロケットストーブとかでですねあの調理をして、うん、ご飯を食べ、うん、であのコーヒーを焙煎してですね、うん、コーヒーを入れゆっくり飲んで、うん、はいまたここのいいテレワークと、うん、やればいいじゃないですか、うん、なんで東京都内のホテルを借りてテレワークしないといけないんですか アスファルトに囲まれて、コンクリートの中に詰め込んでくれ、そしてインターネットにつないでくれ、そうじゃないと、モダンタイムスみたいな隠れ物が回れないんだそれが生産量とか言つれるのそこやね。い。工場にあげたか連れてくんない、ボケっていうそういうことやそうそう、だってあのチャップリンのモダンタイムズであの工場にですね、チャップリンがもう、もうとかって牛とかさ、あるいは。 パカッパカ,ッパカって生まれ登場しても十分喜劇になるじゃないですか <laughs> でもあのサプリの時経験感う乗ってるよああそうやな <laughs> しまったもうモダンタイムスイカー <laughs> <laughs> コンクリートの牢獄に伝ないくれ子供たちもコンクリートに伝えて勉強してくれーってヤギなんかついてくるんじゃないってどうも最後するんだ人間から切り離してどこか押し込めろねああ今日もステーキがうまいな 明日も頑張るぞ <laughs> みたい気がくるっとる。気がくってる。本当に気がくるっとる。ーいやー。もうやギちゃん飼えないからあのジンギスカンにしててでし食べてますとかっていうのがあったらもっと素敵だ。いやもっと素敵でしょう。いいな。本当にもう。まあ、まあ、友達は食っちゃいかないけどね。うん。 あれはもう完全にあのヤギちゃん、メリーちゃんが、ね、友達になっちゃったからね、くもう食えないで、そうなるといやそうですね、で、ちなみにいいですね、あのその辺、草食わしてる道具やったら別にね、食えるんだあのー、ね、動物の政治利用を許すなーっていうんやったらさ、うん、あの、こっちを叩けばっていうふうに思うんですけどね、私、送りましたけど。維新、うん、議員、ペット同伴で選挙中継に、当確インタビューも犬がかわいすぎて話が入ってこなかった。 なんでこれはたかれないんですか <laughs> わからんこっちはたかれない犬やから犬やから犬やからやろうね、うん、もう完全に頭狂ってるよねうん、うん、いやーすごいなあでも名前が勝っていうのはすごいす <laughs> ジハハ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 ギャリの <laughs> ギャグかギャグいやーすごいななんで維新は叩かれないの おかしいな死んだからじゃないでしょうかた叩かれて結局たたいてなだからねあの女性だからですまず第一ああなるほどなるほどなるほど女性って立民だからでしょうん嫌だなほ、うんとにそれを単に口実にしてるだけ基本的には、ね、気持ち悪い気持ち悪い、うん、もう、うん、でもその口実を作るこの動物愛護団体とかクソですまあそうだろう最低ですもうこいつら、うん あ動物愛護団体こそ規制すべきだと思うみたいな私はそうねあ,ああいう連中がだからますます人間と動物の間の距離をさ引き離していっ、うんここ孤独に追い込んどるようん、うんうん、前にフランスであったけどねなんかあのホームレスの人が犬連れてたらさ、うん、動物愛護団体の人があの犬を奪い取ったんですよお 最悪やん。ん犬を虐待してるっつって。ええー。すげえ気持ち悪い怖。<laughs> ホラーやんこれ怖。怖いやろ。うん。うん。でなんかあの結局警察側の取り返しホームレスに返還してましたけど。日本やったらそれで各種喝采になりそうやね。うん,うん。 みんなあのー、コンクリートの中でさ動物も入れないようなところでスーツ着てインターネットに繋がって頑張ることが仕事なんだと信じてるんですよ。怖いなこれ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 国際的に報道されてたけ、うん、どね。どれやこれ 出てへんあ,出るあこれか正義の押し付け、うん、動物愛護団体がホームレスから子犬を奪い取る動画がぶつき、うん、なるほどな日本やったらこれいやー全く自分のね飯もさ家も世話できひん人が子犬なまう、あ、本当にふざけんなってなりそうですね、えー、うん なんかお猫の保護団体とかでもさ、うん、あの保護猫を引き取るのにあの所得証明出してとかって言ったりするらしいですよ。だからそれホームレスとかの人が買うんじゃないかっていう。なるほど。うん、はあ怖いな。なんていうか一生懸命コンクリートの中に詰め込まれてシステムの歯車になって。 でそこで一生懸命議論をすることがあのリベラルな活動ってやつなんですかね、あるいはちゃんとした政治活動なんですかね。うん、私がだからあのえっ、ー、と選挙やった時に妨害をしてきた団体のツイートを見たらですね、うん、あの競馬とかペット業界はしょうがないからオッケーだって書いてあったんです、うん。それはお金もらってるんやって売られもうそうとしか思えないよね。<laughs> で競馬なんかさ年間の何千頭と殺してるんですよ。でそんで馬肉にしてるのに馬肉にすらしてないんだってあ殺してんだ,殺てるだ焼却してんのよ<ー>焼却しんの運のいい、ね、馬だけがキャットフードになれてるんですよなるほどでそういうのは OK なんですよ、うんうん、でなんかそもそもなんかあの馬い者がいるのも競馬業界のおかげなんだからまあ馬が好きだったら感謝しろみたいなことも書いてあります意味不明 ういらんからうまいしなんかみたいないなううそういう感じですよでペット業日本のペット業界の虐待ぶりタイヤもさまじいからねいやそれかなり危険だよ俺もうそれに関しては相当本読んだけど<う>きついもんがあるよでそれを放置しといてさ、うん 動物愛護とか言って、でこれ選挙で馬をヤギとか連れてきたら叩くんです。何、うん、な,んなんお前らって。何 <laughs> <laughs> な,んなんお前らでしょ。あなたに人を叩きたいだけやと思うよ、動物愛護っていうことによって自分を安心地帯に置いて人をたきたいだけの連中,連中が集まってると私は確信してます。まあ、そういう人たちはコンクリートが中に詰まってるんだろうな、怖いな。うん だからそのコンクリートに詰まった人間が二つに分かれて二大生徒になるんですよ正直そういうことですねそういうことそういうことだからそういうことに関わってても世の中変わらんからってほんまにそうなんだうじゃなくってそののそそうじゃなくて他の人間とか他の動物とかとのつながりのある生活を人々が作り出していくしかないのうん そして自分自身が国家システムに全部根こそぎ持っていかれなくても生きていけるっていうそういうなりわいを作り出していかないとまらよまあでもそっち方向に踏み出そうとするのを全力で邪魔できるようになってるからねまあ今回のそのヤギ叩きなんか完全にそうああ選挙事務所がヤギを買って、うん、自分どこの草と草刈りをして楽しいねってやってるなんてでうも許せないっていうのはさ、うんうん んまさにそうういことでそれものすごいもともとヤギとかイとか馬とかいっぱいいたところらしいんだけどか牛とかもう住宅になっちゃってさそういうのが枯渇するんです急速にだけどその地域に住んでる人たち昔から住んでる人たちはヤギとか牛のことを覚えてるんだからこそそういうものをその選挙で使うっていうことが可能だったんだけど全選挙事務所でそういうヤギを使うっていうせことがね草刈りを自分でプーンとかやるのはさ 感じ悪いからやぎちゃん借りてこよっていうような発想とか、それが実行できたら、周辺にそういうものは残ってるからん。そうで,す、ね、でそういうことをすると、です、ね、そのうん、ら、これは政治に動物使うんじゃねえ気持ち悪いよ、帰省しろとかって抜かしてるのは、ねうん、コンコクトジャングルにしろっていう強い意志の表れです、ねうん、そうだと思うよ。うん 怖いの。まだからさ、なんかそのヤギヤギは家の中でも買えますよとかとも言われましたとかっぱいで書いたって。まあそれでその最終的にあの鎌田さん買うことにしたらしいんですけど、うん、事務所でね。うん、まあその草刈りさせればいいわけだからさ。うん<の>、うん、うん。とてもいいと思うんですけど、その、うん、ヤギ家の中で買うなよって感じなんですけどね。まあ外で買った方がいいよな。<laughs> うん。どう考えても。<laughs> なんかよくわからない。 本当にまあでもこういうのがね広がっていくんだろうなあう今回のやつだからさあの八木叩のはさツイッター見たけど擁護してる人ほとんどいなかったねなんんで立民のカルトの連中はここで立ち上がらないんですかって思うけどさ、うん、私以外にツイッターでなんか川田さんを擁護してた人はどのぐらいいたんでしょうねうんどれぐらいいたんやろ <laughs> <laughs> まあんかいろんなものが爆発して怨念が爆発しまくってる状態だな <laughs> うーんまあ、気持ち悪いわもうあ気持ち悪い本当に。うーんまあそういうのがどん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 あの増えていって維新が取るとうーんであのそうちょっと話変わるんやけどさはい安富さんがさその畠山さんをね、うん、支援しなあかんと。 意味のある仕事をしているのにお金に困るなんておかしいとおかしくないけどね、ねこの国では正しいことなんですけどね、だけど、なんとか支援したいなというふうに言って、私もこの人の本、ね読んでいいなと思って、やっぱね、現場の情報を丹念に拾ってる人なんです、そう、こんな、なんでそんな選挙のこと調べに行けんのっていうぐらい、選挙があると、ほいほいやった。そう でねこんなに小さな選挙でやってくるっていうで、ね、やっぱ応援したいなっていうふうに思ってねええええであの私がまず今回お疲れ様ということで5万カンパしましたおお<ー>でさらに参議院選挙、うん、取材費何ぼかかんのって聞いてうん50万ぐらいかなっていうふうに言われたんでもう私が全額カンパするって言いました <laughs> すごいっすね、うん、ですごいそのかわり ここでね、うん、あの動画レポートいっぱいあげてよっていうふうにお願いしたんですよはいはいはい本当本当。ね、ではそれすごいね市民さんはねきた汚い金持ちやからねそうやってたまには寄付しないとねじゃあダメなんだよ <laughs> こうそうじゃなくってこういうのをみんなで黒字に回していかないとダメなんですよそうなんですけど、うん、さあイストが何か意味のある仕事したらさあおもらいなっつってこう、うん、関わってこれをこう ちゃんと黒字で生きてやって黒字でなくてもいいけどカツカツ生きてるぐらいの状況はさ<う>立ちどころに作れるようなそういう具合になってないと持たないよ国、ね、はだからそれを持たないなっていうふうに思ったんで私は応援することに決めました素晴らしいですね,ねまあこれで何かでもそれで畑,の畑山カンパニーみたいなのができればいいですね,ねでそれで選挙をやるぞ、はい、みたいな、うん ね、あのー、ねああ清水さんすごいねっていうふうに思ってくれるかもしれないけどでも面白いじゃないですかメディアが人だとかマスコミがクソだっていうふうに思うんだったら、うん、こういう人応援せなあかんのや、うん、もうこれ選挙報道で、ね、うんちゃん,と選ちゃんと選挙報選挙の報道してる人あとだから千代さんっていう人がねあのそういうん、人を応援したいないてゃう。<laughs> だから今日の報道してる人っていうのはね。で、そういうふうにマスコミをね、みんなで変えていくことはできるわけよ。うんで、それをね、あの一個一個それがシステムに対する対抗だなと思ったんで、まさに身を切る改革をしたわけですよ、私は身を切る改革を。おお、らしいせい、ね、本当にが出ますね,ね,ね。で、それに対して多くは、ね、わしみさん、すごーい。おしまい。で、意地悪な人だったら、<laughs> え、どうせ、かせいでに行けりいいにい、みたいな感じで、こう言われるわけ。ね。 <laughs> そういうのがなればあの、このプロジェクトは頓挫します。ますあれはね、あのー、あのもう本当にあのクソ腹取ったけどさ、うん、NHK が総力を挙げて、あの出口調査などして、素早くあの選挙の動向を当確出しますみたいなさ、広告出しててさ、NHK <あ>。NH クソか、お前らね、そんなね、うんあの、ほんま腹立つねんけど。うんうん ま、でも、安富さん、そうそう、そうそう、尺が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 。ね、あの、安みさん、これ以上喋ったら、全部の番組の公開が15分ずれていくね。はい、わかりました。すいませんね。喋りたいことは、次の動画で喋りましょう。はい。で、あの、まあ、それでね、じゃあ、皆さんも応援してください一緒に畠山さん応援しましょうよと。私、とりあえず、今回50万以上カンパするって決めましたよ。で、それを、 皆さんで集めて支援していけばこれでみんなで黒字で回していったらマスゴミだーとかって言うんじゃなくって一個一個変わっていくそれが安富さんの言うシステムに対抗できる一つの手段だと思いますよ。で私が安富さんの本とか動画の講義とかをねあの書店とか取り次ぎとかのシステムの中で売るんじゃなくってこういう外で売っているのもそういうシステムの対抗なんです世の中変えるための活動なんですよ。 それの応援だと思って皆さんもねあの感パしてくださったりあの寄付とかねあるいは買っていただけたりするとこの安富さんの思想とかを一つ応援するということになりますからぜひやってほしいしまあそのための生きるための論語シリーズとかもありますので見てほしいなと思います、まあ、そんなわけで今日も読書チャンネル登録といいねよろしくそれでは本当の人生を生きるための論語立場にとらわれず名を正し自分の内なる声に従い 好きなことをしていける。そして学習を通じて本当の成長を手に入れる。人生と社会に調和を生み出す人の生き方。それは最先端の思想にも影響を与えています。これをもとにあなたの人生の苦しみ、そして本当の人生っていうのを一回考えてみるきっかけにしてみませんかぜひ買ってみてください。それでは。